スピードの今江里子さんも来てますね。マジっすか。はい、はい、さい今回ですね、野国総監で屋台こちら出店やってるんですけど、はい、もうすごい反響ですね。見てください、たくさんの人だかりできて、ね、で、今の段階でヤギそばが超人気。あ、本当ですか。むしろヤギそばしか注文入ってないんじゃないぐらい。そんなに9割ぐらいヤギそば、で、みんな美味しいって言ってくれてて、で、初めて食べる人たちもいるんだけど、みんな美味しいって言って、こちらは野球部ですね。野球部、どっかの野球部。どこの野球部？読谷村の南西部という野球部です。おお、強い。で、キャプテンって。キャプテン、はい、歯赤いな、キャプテン、ね、リンゴ飴食べました。あ、そういうことか。ちょっと、すごい、頑張ってね、みんな頑張ってね、うん、はい、ありがとうございます。バイバイ。頑張ってね。ドーマンブラザーズですね。ドーマンブラザーズ来ましたね。ドーマンブラザーズ、ドーマンさん来ました。卵の国から、卵の国、トモスさん来ました。はい、トモス、ついに殻を破って登場。バキバキ。ちょっとね、今自分単独なんだけど、今兄貴が、はい、の大至急所と向かっております。あ、兄弟で。なるほど、はい、ちょっとまあ、あのポップ、はい、もうあのちょ準備はしてあるから、ちょ兄貴の方が持ってるので。あ、なんかアメリカの昔の番組に出そうなスタイルだ。何の番組。確かにな、マネキンのマネとか得意そう。フルハウスとかに出そう。あー、懐かしい。あー、懐かしい。で、今回ね、ノーマンさんと一緒にタルタルソースを作ったんですよ。このサメバーガー、こちら。あ、そうそう、気になってた。これってサメのお肉バーガーは揚げてる。揚げてます。はい、バーガー。フライか。うん、後でね、ぜひ食べてもらいたいですね。ぜひぜひ。あー、昨日のあのワニのやつ。あ、そうっすね。気になってた。で、タルタルソースもめちゃくちゃ美味しかったんすよ。おーい、さすがクガニ卵すば。いやー、これは。はい、3300円のお返し。ありがとうございます。ありがとうございます。ハブシモス。初ハブシ。初ハブシありました。ワニの手入りました。おいしょ、はい、ありがとうございます。はい、美味しそう。一気に。ありがとうございます。200円ちょうど。お願いします。うわ、最高、最高。はい、やりそばです。ありがとうございます。虹、徐々に盛り上がってきました。ありがとうございます。美味しかったですか。美味しかった。ありがとうございます。動画見てさすが。ありがとうございます。やりそばはいつもあなたのそばにある、はい、最高です。優しい。リンマンも美味しいんで。リンマンってお店があって、3日に1回食中毒出してるんです。やばいとこで、ね、出たあたりぐらいで行きます、したら。1週間に1回しか開けないんだ。イカルさん、結構な人見てますよ。それは冗談です。面白いですよ、面白いそうですよ。イカルさんが作ってるってことは、まあ、美味しい、うん。あんだけちゃんと作ったら、やっぱり美味しいんじゃない。うん、皆さん美味しい、美味しい。ワニの手、柔らかかったんでしょ。あ、ひーちゃんのパパヤの切り方が上手だったから。いや、そんなことです。誰でもできますからね。ただの輪切りだったけど。でも、あの、本当にみんな喜んでもらってよかったです。ありがとうございます。なんかね、みんなで汗かいた甲斐があると思います。で、焼き苦手な人も食べて、美味しいって言ってました。やった、めっちゃ嬉しい。嬉しいですね。やっぱヤギ、沖縄の文化だから、みんなに、あの、なんていうの、食べてもらいたい。嬉しいです。いや、ありがとうございます。ね、こちらのこそもう嬉しいです。あれもタイミングがあればヤギそばもある時あるんですよね、お店に。タイミングがあればヤギそば置いてます。限定的にあるらしいんで、はい、そうですね、行ってみてください。ワニの皮を食べようかなって人もいた。お、チャレンジャー。味見をちょっと。お兄さんは撮影 OK。 ワニの皮を食べる。ちょっと見ていいですか。基本こっちは食べないってみんな言ってたんですけど、はい、そうですね、こちらをチャレンジしようかな。行ってみます。はいはい。なんか硬そうだよね。硬そうけど、油で揚げてるからいける。熱は通ってるんで大丈夫って思うんですよ。ゴムみたいな。ゴムですね。噛み切れないですけど、はい、でも飲み込めそう。あれについてるんで、一応。ああ、一応は、はい、おすすめはしないよって感じ。おすすめはしないですけど。顔見た感じ分かりました。飲み込めない感じが伝わりました。あ、分かりました。よく分かりました、表情で。ありがとうございます。言葉以上に表情で。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、トッシーさんの無駄遣いが見れます、ここで。こんにちは。旗持ってくれてってるっていうスペーデルの。こんなことしちゃいけませんよ、皆さん、普通は。いつもお世話になってる方を旗持ちに使うって。いくら時間に自由があるかって。これやっちゃいけないですからね。反面教師にしてください。
お、ショットが入ってますか。あ、これはハブシューですね。ハブシュー、はい、というのがね、ちょっとあれですよね。これはヘリオス酒造さんのハブシュー。甘くて飲みやすいんですよ。あ、ちょっと、ありがとうございます。そうです、そうです、そうです。あ、いや、美味しそう。ガツンときますね。どんどん毒が回ってきた。口を残し、ダメです。天使の取り分。ダメです。ありがとうございます。地元同級生です。同級生、なんかそんな感じがしました。そんな感じがしました。適当。サンサノクさんの昔の印象とか教えてもらいましょう。なんかないですか、エピソード的な。こんな子だったよ的なのがあれば。悪いやつは大体友達でしたね。悪いやつ、悪いやつじゃないよね。もう実家に行ってもうよくゲームしてました。ウィニングレベル、王様ゲームとかですか。そう、エロ様ゲーム。ボケじゃない。盗んだバイクで走ったさん。何仲間だったんですか。こういう部活が一緒とか。サッカーとかやってたよね。一緒にプライベートでサッカー友達。そうそうそう、遊べて草の声によくやった。あまりよくサッカーやって、夜サッカーやって、夜中フェンスによじ登って。侵入しない、ちゃんと。基本的に違法なんだね。違法はしないけどね。サンサロクさん、昔モテてましたか。女子ユキはどうでした。モテないよね。全然陰キャ。もう本当に陰キャ。あれキャラじゃないんだ。本当だよ、本当だよ。しかもチェンメールとか入ってて、一緒にチェンメールやろうぜっつって。チェンメールの説明した方がいいかも。時代ね。昔ですね、不幸の手紙みたいなやつの電子版みたいなのがあって。不幸の手紙も分からん。それ分からないよ。例えば、なんだろうな、あれ、なんだろうな、メールが来るんですよ。例えば友達からメールが来て、何面に送らないと、これを何面に送らないとお前不幸になるぞみたいな。来るんですよ、そういうの。今で言うと、インスタでこのアカウントをフォローすると幸せになりますみたいな感じのがあったわけよ、メールで。そういうのがあって、で、いろんな人に回せみたいなのがあるんですけど、そうしたら、その回した人分のそのアドレスが載るんですよ。それ見て、僕らのような、陰キャは、なんか、これ女の子っぽいやんねみたいな。連絡してみるみたいな。そうそう、チェンメール見たんですけど、やったら男だった。メールじゃありませんか。紛らわしい名前だった。そしたら大体男だけど。こいつが焼肉行くっつったら、大体、え、誰みたいな来るじゃないですか。で、そこからメルトモだろうっつってね。あ、ジャブとして男か女が分からんくてもよくいいような名前ような。大体ね、写真もらえず終わるっていう。ああ、失敗続きなんだ。エピソードありがとうございます。また次会う時に次のエピソード聞くんで。オッケー、全然いい。なんか掘り起こしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあここですね、息子が来てるんですよ。息子、こんにちは。ミッションの息子、どういうこと。さあ、誰の息子でしょうか。この顔はどうでしょう。たまちゃん、自分誰の息子。待って、似てる似てる。ヒント、地元一緒。似てるって言った森は。正解は、ワッフルの動画でも出てるよ。ダファイルの子供とか言って。え、待って、そんなでかかった。だからさ、俺もびっくりしたわけよ。あ、会ったことあるよ、なんなら4年ぐらい前だよね。いや、あった。そうそう、全然わからん。マジで、俺も気づけんかったわけよ。たまた、俺なんかおじさんだよ。でもね、いやいや、こんぐらいやってね。うん、今中学生。さっき会った時忘れされたからね。え、中学生で、お母さん見て俺は気づいた。あ、ワッフルの。はいはいはい。そうそうそう、春日には気づけんかった。大きくなってるから。ほんと、全然わからん。将来俳優目指してるって。あ、そうなんだ。いや、します。うん、今じゃあ演劇部とかそういう自分で何かやってる。いや、1年ぐらい養成所みたいな。すごいね、いろんな人来てるね。面白い。来てないのに。本人いる。沖縄いる。沖縄帰ってきてるらしいけど。お疲れ様でした。来いよって言っといたじゃん。あ、2人来ましたね。お兄ちゃん来た。出ました。食べてもらってますね。何言ってるかな。うまい。うまいっすね。めちゃくちゃうまい。ここで、我々の休憩タイムですね。はい、休憩タイム来たぜ。はい、そば、と、ワニ串。焼き汁いっちゃいますか。好きなもの食べてください。焼き汁行きたいな。ハンバーガー。まずはハンバーガーからね。いただきます。
ゃ串食べよう。ハンバーグ逆に食う人初めて見たなと思って。いや逆なんか逆だなあ、こうか。そうだろ、フルーチバーが似合う。うん、うまいさ。久々に出るんじゃない、これ。久々に出るんじゃない。旅行するんすか。久々に旅行するんすか。家の裏であ、これはこれはっつって猫が正面かけてる。やめなさい、そのスープは。サメの、あ、サメじゃない、あのヤギのね、風味がだいぶ消されてて、食べやすいですね、やっぱり。こう、え、来ない？あれ、来ない？来ない？肉が来ない？来ない？来ない？あ、今からか、今から来るな。あ、もう、これは、来た来た来た、これがウルマシの電柱の下か。マヨネーズの上に乗ってるスパイスが、うまい。あれなんですよね、ハイサイが作ったハイサイスパイス、オリジナルスパイスで、はい、言ってます。あ、ここやばい、ヤギそばが最強。あ、そう、どの食材でも俺はこれが好きかな。美味しいよね、最高。ヤギうまっ。散らかすな、食レポを今。スパイスうまっ。今どう見ても三三六のターンだっただろ。これが下克上ってやつですね。好きあらば。うわ、おいしい。じゃあ、うまっ。これで200円は安いな。200円じゃない、200円で600円です。3倍。いや、まあ、祭りそんなもんでしょ。祭りそんなもんでしょ。3倍だと。ああ、祭りなんならもちろん安い方っていう。確かに、安い方ですよ、原価的には。安いっす。これ祭り食ってるじゃない。これみんな絶賛するんですよ、焼き汁。マジうまい。これ商品化待ったなしっすね。いや、商品だろ、もう。あ、じゃなくてもう、はい、コンビニとかでもいつでも食える。おでんの横にヤギ常備。そう、定番商品として置けるよね。うん、ヤギそばがうまっ。結構食べやすいね、なんだろう、初心者向けっていうか。そうですね、いい具合の臭みが抜けてる。これヤギのキロ単価上がりますね。確かに、ヤギうまいっすね、こんな人でね。店内の道端に歩いてるヤギが駆られる。道端でヤギ歩いてないです。山にたまに行くね、うん、はい、ここですね、沖縄の YouTuber、 沖縄侍 MG さんですね。はい、はい、こんにちは。前歯ないけど、このヤギをどんだけの柔らかさかっていうのを食べてきた。ああ、嬉しいですね。毎日動画見てるからさ。ヤギさん、ヤギ上空ですか。もうヤギから生まれたって言ってます。ヤギから生まれてやばいですね。もうヤギあれだ、きついよ。はい、あ、けどこれは食べやすいですよ、かなり。食べやすい。はい、いただきます。あれ、まだい。おお、見てこりゃ。どうですか。柔らかいですよ。そう、6時間煮込んでます。あっちのだ、肉屋のおじさんが切ったからじゃない。あ、それもあるか。それもありますね。麺もこれフーチバー入ってるんでしょ。そうです、フーチバー麺です。ほんのりですね、フーチバーは。あ、ほんのりね。ざっつりフーチバーって言うと、うん、まあ、はん、まさ、あ、ありがとうございます。美味しいと言ってます。伊勢海老入りましょー。わー、おまけに焼きそば、サメバーガーも入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。テープで。ワニの手が完売になりました、ついに。ワニの手が完売になりましたね。ありがたや。マコさん、ワニの足はない。マコさんの足。確かに。あと道が手か足か。半箇所あるっちゃある。はい、皆さん、ここでなんとツーバーも来てます。ツーバー来ました。あ、お疲れ。ツーバー。ツーバー痩せたな、相当。そっちに痩せたんすね。マジ、なんか一瞬誰かわからんかったみたいな。ニーコーさんとリュウマーさん、なんかチャンネル2人で頑張ろうみたいな。新たなチャンネル作ってみたいな。挨拶なんて言うの。もうちょい、あの、ゆっくりやろう。こっちショット入ってるから。ごめんなさい。ごめんね、ショット入ってる。調子合わせたから。ミーコーもカフーからのリョウマも来てくれて。リュウマね。リュウマね。何回やってんねん。ちょこちょこ間違うから。ありがたや。ありがたい、ありがたいですね。はい、落ち着いてから。売れたんすか。皆さん売れました。ソールドアウトが2つ。すごっ。マリとヤギが。売り切れです。これも。けどこれ、まだ明日もあるから。明日の分を考えて、今日はもう締め切り。これマジ食べたかったんだけど。ダメ。美味しかった。ダメってなんだ。ダメだ。行こう。あ、ちょ、あれか。セーブあるでしょ。あ、セーブある。俺なんか頑張ってきた。あ、ミコ、ヤギ好きなんだ。ヤギ好きっす。俺も動画見た、昨日。顔ちょっと仕込みの動画あったじゃないですか。あれ見て、あれは食いてって思って。確かにね、みんなミコのこと
獣臭がするって言うんですよ。悪口純粋なサメバーガー生まれますよ。なんか焼きが好きだからか、パンスクソなんて言ってしまう。サメバーガーもいいな。味見してみます。ちょっとでも殺そうとしてる。ありがとうございます。歌ありましたー。歌ってありましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いいでしょ。スピードの今江里子さんも来てますね。マジっすか。会いたーい。そういう風に関われると思わなかったっすね。関われると言ったら我々スピード違反ぐらいしかないですかね。ダジャレおじさんだな。あ、そう、世代ですね。ホワイトラブ世代ですね。ホワイトラブ世代、はい、ありがとうございます。いや、怖いですね。かなり緊張しております。336さんが緊張してるの初めて。ね、本人ですからね。綺麗すぎて緊張してます。美しいです。いやいやいや、おいです。ありがとうございます。盛り上げていきましょうね。はい、ありがとうございます。ぜひ盛り上げましょう。336さんがスピード違反しすぎて声のスピード違反が順番順番で。ありがとうございました。はい、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。はい、楽しんでください。ありがとうございます。いや、緊張しましたね。緊張のスピードメーターオーバーしました。はい、なんとね、はい、モーリーの妹が出現ですね。マジっすか。来てくれました。おお、はじめまして。モーリーと出てるよね。ちょっと並んでほしいです。昔、なんか昔出た子。いや、え、年齢聞きたい。年齢、うん、モーリーと違って美人ですね、やっぱ。モーリーさん美人ジャンルじゃないですか。いいでしょ。早いね。すごいね、こうやってね、やっぱお兄ちゃんのイベントを応援してきてますから。なんかモーリーさんがニーニーの顔になってる。確かに。モーリーのエピソード面白い。面白いエピソード、モーリーエピソード、なんかあれば。死ぬかと思うぐらい、あのちょこちょされて、マジで笑い死ぬかと思うぐらいいじめられました。なるほど、っていうのが新しいです。覚えてない。僕らもずっといじめられてました。いじめられてた。あ、いいや、かわいそうに。いや、かわいそうに。メバーがありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。気まずいです。大変なことになりました。気がついたら花火が始まっております。おー、すごい。素晴らしいですよ。おお、はい、あれ、あれ、いいぞ、あれ、いいぞ、いいぞ、いいぞ、行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう。あー、あっぱ、あー、すごい。おお、なんかすごいぞ、これ。本当に行く花火。ちょっと暖かい。ちょっと高い。ちょっと暖かい。暖かい。大連発。インベーダーゲームみたいになってる。ああ、確かに。うわ、まだ。うわ、ま
すごっ。あ、降ってくるんじゃない。ねえ。うん、まだある。まだか。これ、明日の分打ってない？ねえ、間違えてない一回、一回止めた方が日曜の前借りしてるのかもおっと、やばいって全部打ち切ったってすごいねすごいさすが野国総監ですねすごいそしてですね、はい、アイサイのこの屋台、はい、もう、ひなぎれ状態ですねすごいやばいよトッシーさんもすごいめちゃめちゃ売ったよ、T シャツもトッシーさん、監督って言われてましたね、うん、いや、サイン書いちゃったねおー書いちゃったねトッシーさんも喜んでましたね俺、ちなみに浜ちゃんの、はい、お姉ちゃんと、はい、あの10分近く喋ったぜマジっすか来てたんすか来てた見たかった浜ちゃん、やっぱ家でもクールだよ家でもクールで、あの冷静で、あ、やっぱ頭がいいってへぇ、あんま喋らんてなるほど今来るよ相当今日だったからね、ラストスパートなんじゃーすあ、お兄さん、ワニ串今100円100円ですよ、100円ダイソー ダイソー100円ラストスパート頑張って、はい、売りますか無事ね、終わってね、今日の分、1日目の分ね、完売ということでね、はい、ありがとうございます。もうこれも、高さんたちのおかげですよ、本当にもう。今日どうでしたか、その祭りとしての動き、まあ、高さんいろんな祭り、はい、ご参加してるじゃないですか、祭りの屋台としての動きは、今日はどんな感じですか流れ的には、はい、なんかあの他のところに比べたら、はい、ちょっと流れできてるかなと。あ、できてる方なんですか全体的には、はいちょっと少ないかなって感じたんですよ祭り全体的にはそうですだけどあの他のところに比べたら、はい、ちょっと結構集客はされてるのかなっていう食材の出方っていうのはもう全然いい感じですかいい感じで流れたと思うんでいやーありがとうございます本当ね高橋さんも言ってた通りになりましたねうん、そうですか良かったです、うん、本当はねあの配線探偵団としては焼き鳥とか通常のポテトとか唐揚げとか、はい、売った方が一番儲かるよってもうみんなからアドバイスもらったんですよ確かにでも僕たちは、まあ、そうじゃないと、はいね、普段と違うものを届けたいっていうのは、はい、ワニとかサメとかを届けてると思うので、はいね、それを見越してもいい数字いい数字そうですね、はい、もう出てると思います、はい、明日、はい、足りないかもなってきてる足りないかもマジっすかでも来てくれたお客さんにはなんかフードを与えてないと思って別でちょっとどうにかしようかなっていうのでところまで話してますあもし仮に、今回のメニューがなくなっても何か来てくれた方に提供ができるような形は取ろうかなとそうそうそうはいはいなるほど来てもらったしね応援したいっていう気持ちもあるから僕たちとしてはフードは何かしら準備しようかなと、はい、じゃあこれまた明日考えてはい明日まで頑張ります田田さん本当に、はい、いや本当にもうありがとうございますもう設営からねもう本当にありがとうございます明日もじゃあよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いしますはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたいや、無事完売しましたねさあ、すごいすごい本当にみんなのおかげでもうトッシーさんも頑張ってましたね売ったよ、俺マジで、ここの3人で結構頑張ってたけどここで相当売ったよね T シャツ、飲み物、で食べ物俺がって本当にありがとうございますありがとうございますありがとうございます今日はボランティアで参加してる伊佐さんですねはい吉野さんですありがとうございますありがとうございますトッシーさんはい結構いい連携でできたのマジかそう、ここまで頑張ったなんとかトライアングルみたいでしたよそうそうでも美味しかったからね、みんな喜んですごいいや本当に明日も来てくれるって言って帰って結構いたよヤギそばが超人気でしたね早かったですね、はい、売り切れるの予想外だもんね明日もでもあるんでしょ明日もあります8時ぐらいにも言われたヤギそばもないのって明日も出すって言って何時からって来たああいや本当にぜひ焼きそば食べてほしかったね、うん、次つけたね次はもうくっつけちびながら歩かないといけないなちびちゃんが2頭だったから暑いです2頭だったから人気が正解でしたねということでまた明日会いましょうさよならさよならさよなら
よいしょ。よいしょ。よいしょ。